テない男子の特徴ってありますかっていうの聞いてて、ありきたりですよね、うん、カタカじゃないね、私やれまーす、ね、はい、今日の企画はモテない男子の特徴ということで、まあ、街中の女性の人に今日は、はい、モテない男子ってどういう人ですかとか、はい、まあ、実際に、まあ、デートしてとか、はい、まあ、学校でとか、まあ、LINE でとか、はい、モテないなって感じたエピソードありますかみたいな、はい、ちょっと具体的に聞いていけたらいいかなというふうに思います、はい、おさっちゃんは、おさっちゃんは何かありますか、モテないなって思う人、はい、これでかい人、あんた嫌いよね、うん、結構、まあでもたまにでかい時は、なんか、ね、なんかびっくりする、耳がカラオケで盛り上げますウェイの大きい声とか全然いい、うんうん、なんか結構普通のいい感じの雰囲気のご飯屋さんで声でかいとかではびっくりする、うん、いやいやかも、確かに、いやいやかも、いやかもから、なんか嫌いっていうより、うん、そんなモテへんやろなって思っちゃう、あ、普通にやめろって思う、その TPO があれな人はちょっとあれかな、うん、TPO わかる、うん、何やろうな、モテない、あの喋ってる時になんか目が合いにくい人とか、なんか瞬きが結構多くなる人っておるやん、回数、そう、ああいう人はなんかモテないっていうか女の人に慣れてなくて、うん、そういうモテないにつながってる人なんかなって思っちゃう、うん、なるほどね、うん、まあ実際に女の子の皆さんに調査していけたらいいかなと思います、はい、ではレッツゴー、ありがとうございます。お二人今年齢おいくつですか？22です。22です。なんか今街中の女性の方にモテない男性の特徴ってありますかっていうの聞いてて、あったら教えてほしいんですけど。絵文字がキモいです。どの絵文字嫌です？サングラスかけてるやつとか。あー、ちょっとパリピそうな。この絵文字ならセーフとかありますか？うん、びっくりマークぐらいがいいかな。なんかあります？ストーリーめっちゃダサいとか。どういうストーリーダサいとか。文字斜めででかいとか。まっすぐにしたらええねん。絶対斜めやからね。じゃあ実際にデート中か、まあ、学校か、まあ、LINE とかで一番どのシーンでモテないなって感じることが多いのってどれですか？デート中。デート中、実際になんかデート中にモテなさそうやなって感じたエピソードってありますか？距離感。あー、どれぐらいの、なんかまた気になる同士ぐらいで遊んでるのに距離感バグやな、めっちゃ近い。あー、付き合ってるんちゃうぐらい。なるほどね。その3つやったらどれですか？LINE かな。 LINE なんや。今日実際の絵文字以外とかやったらなんかエピソードあります？文面とかもひらがなわらみたいな。あー、ひらがなわら。こんなに間違ってわらになっちゃう。アプリへのわらはありですか？私が使うから、うん、あ、そうなんだ。一番いいの漢字のわらですか？そんなわらをつけてほしくない？笑いすぎってなる。確かに。わら2個つけたらうち的にあんまり好きじゃないんですけど、1個だけ派なんですけど、どっち派ですか？1個だけ派です。1個ですか？でも爆笑やったらじゃあめっちゃ笑ってるやんと思う？うん、そんな面白いんかってめっちゃ当たって。初対面で会った時って一番どこを見ますか？顔。顔のどこのパーツが一番見ますか？全体、なんかもう髪型含め全部です。あ、そうなんだ。じゃあ芸能人さんで例えると誰が好きとかあります？伊野尾恵くん。可愛い系の子ですよね。可愛い系がタイプですか？可愛い系が好き。あー、わかるわかる。わかんのかよお前、絶対わからんやん。可愛い系がタイプ。絶対そうやから。なんかあります？清潔感とか。あー、どこの要素が特に大事です？髪の毛とか。髪の毛。それはセットされてる方が好きですか？してなくてもいいんですけど、うん、なんかちょっと気使ってる感。あ、まあ、アホ毛とか、フケ、ね、とか。フケ、うん、で会ったことないけど。あんまないね。ないけど。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。お二人今年齢おいくつですか？17です。16歳。高校2年生。なんか今街中の女性の方にモテない男子の共通してる特徴ってありますかみたいなの聞いてて、なんか思ったこととかってあります？礼儀がない人。あー、なんか店員さんに高圧的な人。間違いない、うん、それはほんまにそう、うん、服ダサすぎる。あ、実際いました？見たんですか？いたんですよ。なるほど。どういうピチピチのなんかダメージの。まあやりラフィー。あー、なるほどね。ちょっとねショック受けるかもしれないし。私も父
と苦手、その類は。顎としてはこれ、うん、なんか細すぎても太くても嫌っていうか、ちょっとね、気になる。じゃあまずまずデートまでも行きたくないみたいな男の子。デートまでも LINE のアイコンが出す人。あー、何の時に出されてるんですか。え、なんかアニメだった。あー、アニメ。これ何が正解だよ。私なくていいんちゃう。なしでも全然いい。なしでも全然いい。これはアリみたいなアイコンありますか。動物。初対面で会った時ってどこ見ます。一番服装。服装何系が好きですか。え、全然何もない。何もないけど、出さくなかったら OK。 出さくなかったら OK。 なるほど。どこ見ます。初対面清潔感。ああ、確かに。じゃあ一番どの部分になんか、あ、清潔感ないなって感じますか。手とかですか。手爪とか。爪。そう。ああ、間違いない。爪にな、黒のたまるよね。え、おったやん絶対今の。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。お二人今年齢おいくつですか。20歳です。20歳です。なんか今街中の女性の方にモテない男子の特徴ってありますかっていうの聞いてて、そんなモテてなさそうやなみたいなのってあります。個人的なんですけど。はい、すいません。全然全然。昔陸上やってて、はい、で走り方がちょっと気持ち悪いですね。ああ、わかるかもしれない。確かにね、振り方とか姿勢とか。それがちょっと、なるほどね、ちょっとあってやっちゃいます。確かに。たまに前が見気にしてちょっとこんな感じで走る。なんかありますか。絵文字乱用する人とか。ああ、なるほどね。どの絵文字が一番多いそうですオフやん絶対。今パート2でチュー。あ、あチューチューってしてるやつ。あ、でも確かに。え、付き合ってなくてですよね。あ、はい。付き合ってたらまだなんか、あ、おちゃらけてるな、可愛いなってちょっと思うけど、付き合ってなかったら、え、みたいな。何のりみたいな。じゃあなんか学校、デート、LINE とかでモテないなって感じる瞬間が多いのってどれですか。 LINE はめっちゃ見ちゃいます。あー、仕方とかめっちゃ見ちゃうから。こんな返信来た時にうわっと独特な有料スタンプとか。あー、分かる分かる。横に撮ってんじゃん。これ買うんやみたいな。じゃあ第一印象でここを見るぞっていうポイントありますか。タメ語で急に来られたらちょっとあって思って。確かに。陽キャなんやなっていうのは分かるんですけど、ちょっと敬語で初対面やからこそみたいな。同い年ですよ。見にしましょうみたいな。あ、確かに。確かに。見た目でもいい。服装やっぱ見ちゃいます。どういう系統の服が好きですか。パーカーとか。あー、結構ストリート系。そう、途中系が好き。うん、逆にこれは無理やな、合わんなって。無理。ドクロ。あー、ドクロ。一昔前のヤンキーみたいな。そうです。ありがとうございます。そうですね。最近みんな肌が綺麗に見えると思いませんか。はい、カメラを買いました。あー、やっとです。今までずっとね、携帯 の、はい、あの14プロを、はい、撮ってたんですけど、とうとうカメラを買いました、はい、私たちに。3年間やっとっすね。間違いない。なんかない最近の。最近は今年なさんとコラボして、その投稿した日にみんなで編集合宿しましたって言いながら、編集合宿という名のワードルフ一生してた。だってさっちゃんさ、詰められたけど。こいつガチやねんか。続き聞いていきたいと思います。はい、どうぞ。すいません、ありがとうございます。お二人年齢おいくつですか。20歳です。19です。今街中の女性の方に、モテない男性ってどんな特徴がありますかっていうのを聞いてて、なんか思い当たる特徴っていますか。不潔。誰で一番不潔って認識します。自分はヒゲとなんかマスクとか黄ばんでたらめっちゃ。あ、ずっと使ってるみたいな。あ、そうです、そうです。なるほど、なるほど。なんか態度でかい。ああ。店員さんへの態度とかも大事だよね。じゃあそれこそ学校、
デート中 LINE やったらこの3つの中やったらどこで一番あこの人モテないなって気づくシーン多いですか？あ、自分は LINE 多いです。 LINE なんや。 LINE のどこで？え、なんかどこまで言っていいか分からんけどなんか LINE とかでそう誘ってくる人とかおるじゃないですか、うんうんうん、それとかでもなんか遠回しに誘ってくるみたいな、なんか疑いながら保険をかけながらみたいな。あ、そうですそうです。断られてもいいようにみたいな。それやったらもう直球で言ってこい。それやったらもうすぐ言ってくれたらいいみたいな。確かに確かに。どこで一番感じます？私デートデート中とか店員さんとか北海道とか。じゃあ実際にデートとかしててうわこの人モテへんなって思ったエピソードってありますか？え、ID 男いますよなんかラーメン屋さんを食べに行くってなったんですよ、はいはい、でラーメン屋さんって基本的に現金支払いしかできないじゃないですか。確かに多いね、はい、でその人は現金持ってなくて、うん、でも俺がおごるよみたいな感じだったんですよ、うん、だからえでもでもラーメン屋さんって現金しかなくないみたいな感じだったんですけど、うん、一旦店に入りました、うん、ラーメン様ですかって聞かれて、うん、あ、二人ですって言ったじゃないですか、うん、ただその次に ID 支払い行けますかって言って、ね、で店員さんがあごめんなさい、うち ID 支払いないんです、うんうん、まあまあそこまではいいですね、うん、そしたらじゃあもう入ろうよっていう感じだったんですよ、自分が払うからって、うん、あ、なるほどね。そしたらなんかいや出よう激寒で店員さんもえ帰んのみたいな入りになる。恥ずかしいですよね。それで帰ります、うん、車で、うん、え、ID 支払いできるとこないんかな。うわー、もう現金持っといて。え、そうですよ、せめて2000円、3000円持っといたじゃないですか。で、後払いでもいいから、支払うからっていう感じじゃないですか。確かに、っていう、ちょっとキモエピが確かに、それきついかもしれない。え、ですよね。めっちゃおもろいね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。お二人今年齢おいくつですか？20歳です。なんか今街中の女性の方にモテない男子の特徴ってありますかっていうの聞いてて、とかあったら教えていただきたいんですけど。遊んでる人。ああ、確かに女遊びをしすぎてる人。そう、なんか例えば経験人数聞いて、はい、何人おったら女遊びしてるなと思います？2桁。2桁、うん、あ、10人ぐらいでも思います。あ、そう、確かに10は多いな。自分に置き換えて。間違えてた多いやろ。何かありますか？一緒かな。一緒結構2人はなんか沼系男子には沼らないタイプ。え、沼ってます。あれ、あれ、あ、そうです。じゃあそのなんかモテないなって感じることが多いのって、例えば学校とか LINE とかデート中とかやと、どの場面が一番感じることが多いですか？でもやっぱり直接会って話してる時とか。ああ、じゃあデート中。デート中。そのどういう行動とか見て出てないんやろなとか思います？話してる時に携帯触ってたりとか。ああ、うん、ありきたりですよね、うん、なんかあります？ LINE とか、うん、LINE どんなんですか？絵文字特殊とかでもなんかたまにおじさんみたいなってこと、うん、なんかいいのやんな。あ、じゃあ初対面とか会った瞬間になんかどこを見てますか？やっぱり顔。顔なんや。顔見ちゃいますね。どういう系統の顔が好きですか、芸能人で言うと？真剣佑。あー強っ。平野翔君とか。あー、うん、あ、なるほどね。ちょっと系統一緒よ、うんうん、濃いめのね。あ、そうですそうです。細めの、うん、細くない？え、なんか垂れ流んじゃなくてシャッとしてない？ああ、ディスってないよ。何が細いんやろ。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。皆さん今年齢おいくつですか？大学1年生。今街中の女性の人にモテない男性の特徴とかってありますかみたいな聞いてて共通してるものがあったらちょっと教えてほしいんですけど。連絡の頻度が遅い人。ああ、そうなんや。ずっと遅いんだよ。はい、1日遅とか。ああ、盛り上がらんね。でも確かに会話進展しなさそう。確かに。ありますか？周りに迷惑かかってることに気づいてない。あー、おるよねー。なるほどね。飲み会とかでよくおる。うーん、なんかマナーがなってない人とか。あ、なんか店員さんにタメ口使う。うん、タメ口嫌やな。まあ学校とか、まあ LINE とかデート中とかやと一
一番どのシーンがモテへんなって感じることが多いですか？デート中。じゃあ実際デート中に、あ、この人モテなさそうやなと思ったエピソードとかってありますか？公共の場でめっちゃイチャイチャしてる。あ、公共の場でイチャ。なるほどね。なんか最近めっちゃ見んねんけど。え、なんかさ、めっちゃおらん最近。え、前一緒にさ、熱いキス交わしてんの見たやんな。全然わかんないな。初対面で会った時に、男の人のどこを一番見ますか？髪型を見ます。髪型ね。何の髪型が好きですか？センター分けです。センター分け、いいよね。わかる。いいよね。どこ見ます？服のセンス。ああ、服のセンス。あ、でもわかるかも。何系統が好きとかあります？え、もう無印。無印。意外と無印で買うから無印系統って言うんじゃないから、そういう系統。センター系ね。そう。どこ見ます？足かな。私もそういうタイプよ。すいません、ありがとうございます。